はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。佐藤さんで三国志13ですね。やっていきましょう。これ見たらえらい派手なことになってるんですけど、攻撃力、防御力が陸戦勢かなり下がってきてますね。ちょっと私やばいかもしれないんで、援護しましょうか。報告します。チームを収める効果での文化投資の提案があった。はい、どうぞ。はい、あ、でもまああっちは先だね。多勢期限が過ぎたので周囲軍団の軍団指名は失敗になりました。はい、入りましょう。さあ、まだ大丈夫だね、こっちは。で、こっちだね。ああ、来てるね。まあ、誰だっけこれ、正太さんも気を吐いてるみたいなんで、お聞きくだされ。ちょっと助太刀いきますか。もちろん良いぞ。はい、どうぞ。さあ、陳都さんへ報告。ソフィオ殿のご協力の甲斐あって、バンジー思惑通りになりそうです。いや、彼らの心を動かしたのは特技などではなく、キレンの器の大きさだ。キレンと出会ったことで彼らは人としても成長してくれるだろう。ソフィオさん、いいこと言うね、本当に。ちょっと信じられないんだけどね。そう願いたいのです。わしらも彼らの模範となれるよ。共に精進しましょうと。さあ、絆が成立しましたよ。はい、ソフィオとチントの間に絆が、保有ね、名場へ、そう、訓練が終わりましたね。さあ、さあ、早く、お、ちょっと待ってね。今動いたんで焦っちゃった。ああ、投資枠できない。あなた、まだ終わってないの？もうちょっとなんだね。終わったら、ちょっとあれしましょうか。効果どこ？あ、効果はここだね。お任せください。え、違うよ。任してないよ。いや、あんたはここで制圧だ。いや、これね、よく私間違えちゃうんで。ちょっと待って、なんであんた移動してんだ。あんたどこ行くつもりだ。いや、違うよ。かしこまりました。なんで私が移動してるじゃない。これね、なんだろう、もうちょっとなんか私が慣れてないだけかもしれないけど、なんかね、はい、操縦隊はリクソンの、リクソンというチームフリーで退却に、教師隊は、護挙隊は、徒衆隊は、大井隊は、交流隊は、ケドエ隊は、義援隊は、勝ちましたね。はい、従属したので、命令、あ、そうか、もうこっち終わったんでね、命令しましょう。ね、これで足止めできますんでね。さあ、あとは誰テレさせようかなと。あとは何か売ってない。あ、お馬さんがね、なんだこれ、象のムチ、小便。え、小便って読んでいいのかい。象便、象、ゾウってそうなんだよね。これゾウって読む人いないんだよね。本当はゾウなんだよね。でもみんなゾウって言うんだよね。ゾウって言うんだよね。ゾウとは言わないんですよね。なんだなんだ、じゃあね、誰にしようかな。ちょっと、あ、チン軍さん、あ、でもチン軍さんもう仲間だかんね。あ、私がやればいいんだ。そうだ、忘れてた。あ、お父様、たまには親子で出かけませんかと。この子供に対する、あの、子供とね、奥さんに対するコメントをね、結構いただきまして、奥さんはその義理の父、まあ、または義理の母、あの、養子なんでね、奥さんなると大抵養子なんで、大抵というか養子だよね。その紹介してくれる、まあね、まあ、今回は美宝さんですけど、今回美宝さんがお父さんなんで、皆さん能力あんま良くないみたいですね。親の遺伝があるみたいですね。まあ、子供も多少そういうのがあるみたいですね。で、武具経験が入るということですね。じゃあどうすればいいかな。あ、そうだ、違うよ、どうするとかね、私が、実行できる、どうする、いや、違うよ、ここだ。
はい、10日からね。10日ずつしかできないんだね、私がする場合はね。さあ、各から手紙が届きました。そういうの真摯で好意中です。先日宝刀鎮刀殿に送ったところ非常に喜んでいただきました。まあ鎮刀さんは一応ね無人ですからね。これなんだ、安陸とは読まないな。むつむつむつのつっていいのかな、安つ泣けないか。うん、屋敷を拡張しましたが、まだ同士が一人暮らすには足りませんと。これね、弊社なんて読むんだろう、情報ね、安陸、陸って国読みじゃないの、陸は国読みじゃないのかな。いやー、わかんないな。そんな三国志で国読みみたいな、まあ大野、大野はでも三国志っていう感じじゃなくて大野だからね。そうなのかい。はい、解散してください。かしこまりました。さあ、じゃあ次はこの辺を押さえていきましょうか。どんどこどんどこ取っていきましょう。ちょうど円形が入ってきてるんで、ある種バランスは保てるかな。ただ円と流氷が同盟とか結んでるとすごく厄介だよね。呂布がまだいるんですよね。さあ、じゃあね、ちょっとこっちだね。で今、あ、もう将兵がだいぶ帰ってきたので、私が出ますか。私一人で出ちゃう、それとも柏さん連れていく。いや、どうしよう。あ、柏さんに行ってもらおうか。柏さんに行ってもらって、私はのんびりという感じにしましょうかね。さあ、じゃあ私何すんのと。孫京さん伝えに行きましょうか。効果の総評では孫京、よろしくお願いします。お初にお目にかかります。血族なのにね、偉そうに言いますね。さて今日は何用でしょうかって、ちょっと見てみましょうか。孫京さん、孫京貴様、あ、なんかかっこいい字だわ。季節の気にさね、中世100、年齢19。この人多分早くお亡くなりになっちゃうんじゃない、寿命も長くないんじゃない。列伝、孫権の嫁、あ、文代の嫁だね。母は正妻の御子、孫、ん、御子五国大さんかな。孫作兼、翼の弟、孫道、孫昌公の兄、孫体の父、孫秀の祖父。なんだかね、そこまでいっちゃうのよ、いろんな、これわかんないわ全然。演技ね、孫権が戦死すると一族と共に極和に移住した。兄の孫策が皇統に進出した際、孫策と義美を結ぼうとした早々の画策で宗次の娘を妻とした。孫策の臨終の間際、孫権が後継者に指名されると兄弟で助け合うように遺婚された。で、史実高齢に推挙されるが、官につく前に20歳余りで死亡した。早々の弟の弟の娘を妻とする。いや、やっぱり寿命が短いんですよね、この人ね。あらららららら、今日は何用でしょうかと言われても、あ、ただこの人こんなどうだろう、水蓮が上がる水蓮が上がりますね、この人と仲良くなると。商業の発展に感謝して、高価な民から保健所がありましたぞと。さあ、私に感謝してくれてんだね。もちろん良いぞ。ちょっとピンハネしてますけどね。で、話があります。今は効果を巡査と市民心の安定に努めるのが、あ、もちろん帰ってきてる、あの人。あらららら、さてどうしたものか。あ、しまった、私また論議してるんだよね。つい話し込んでしまいましたな。聞こうという人間は少し分かった気がします。本当かい。まあ私は5日ぐらいで簡単に分かると思うけどね。じゃあここに出陣、あ、まずここにあれしましょうか、建築しましょうか。さあ空いてる方、あ、バイヒさん、まだ知力はあるんだけどね。アンキョさん、この人も知力はあるんだよね。
どうする？この人だけでいいかな。お任せください。総兵だと B。 わー総兵でいいわ。で、兵力最大で、あなたで、あなたで行くか。そうだね、はい、どうぞと。必ずや勝ってまいります。ああ心強いね。さあ、じゃあ私はのんびりと、よいしょ、眺めときましょうか。さあどうしたものかなと。やっぱりね、ソフトさん能力足んないから、あれがしたいね。本拠？あ、本拠だわ。何用でございましょう。はい、ちょっと妻のとこもう訪れなくていいかな。もう子供いらないもんね、きっとね。はい、一応行ってみましょうか。何用でございましょう。うちの神さんすんごく忠誠悪いんだけどすごく忠誠悪いな。どうしよう、これびっくりするわ。今忠誠悪かったよ。80とか出てたよ。陳東さん82だで、これはまずいな。隣接してる国だから持ってかれるね。ださっき陳東さんかな。ご用向きを伺いまする。送りましょう。あ、銀用でいいかな。陣頭に銀用の譲ろうと思うのだが。光栄に存じます。我が家の家族は荒っぽいでね。後ろで下駄箱ガンガン当ててる音がね、ガンガン入ってますよねはい、どうだと。は、あ、親近感が90。はい、あ、中性化、おお、90のプラス15まで上がりましたよ。今頃交換状態。困ったな。どちらかというとあれだと傷が上がるかなと思ったんだけど、あ、次はお嫁さんだね。次嫁さんにしないといけ。おっと、チングンさんはいいわ。バイヒさんが悪いんだよね。バイヒさん、あ、これ武将、あ、軍団、ああ都市情報じゃなかった。全員見てたね。あ、チントさんも悪いんだよ。なんだこりゃ王室さんめちゃんこ悪い。うちの神さんも悪いけど仕方ないな。王室さん、王室さんなんかいたっけ。いないよ、いないよいないんだけど。じゃあとりあえず訪問しますか。あ、いるわ。あ、捕虜か。あ、ということはこの人人事かけれるのかな。うーん、これは忠誠はここか。あ、なるほど、81いいね。やばいじゃんね。何用でございましょう。困ったな、この人。あ、酒が好きか。酒が好きだと酒やろうか。もしよければ歌手を。ありがとうございます。あ、上がった上がった。交換状態になられても困るけど、はい、帰りましょう。で、じゃあね、計略武将籠絡。あ、この人ね。聞くも言ってかと。あ、成功の可能性が。あ、私人徳1あるわ。引くも言ってかと言われましたね。じゃあ人材登用は王室さん。引くも言ってかと。あら、あー、そうか。ちょっと会いに行ってみましょうか。王室さん会いに行ってなんかわかるかな。あ、何をですかと。籠絡10日ね。私じゃダメだろうけど。こんな案もございますぞ。今の扱い目の理由は王室殿を信用してないように見えます。このまま侵入を続けたとって王室との密談を開始できましたね。さあどうなんでしょう。劉邦軍の陳王が
ジョヨにて竜の瀬戸の我が軍の配下になりましたね。はい、どうぞ。はい、使ってください。お任せを。今やってくれてますね。孫権軍は総評様に安藤将軍を授与するとのことです。すまないな、感謝すると伝えてくれとか。あ、ですから感謝は別に出世というか位の上下はあんま関係ないみたいですね。効果から一人の武将が移動、あ、持ってかれちゃった。考えがござる。文化の発展にね、あ、だ構わんぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、味方、王院さんだね、これ。あ、王院さんじゃないわ。誰だっけ思い出せない。よいしょ。あ、そう。あれ横領？いや、この人は違うだろう。あ、まあいいか。違った気がしたんだけど。さあ、検事が3日ね。あ、ちょっとでも時間来ちゃいましたね。あ、ちょっと待ってね。報告します。はい、周囲軍団の表情が行われました。その結果について内政充実ね。はい、話があります。はい、効果で総編ね。いや、もちろんちゃんのこと言ってるとね、私やばいのでちょっとね、ガンガン抑えていって攻めに転じましょうか。ただね、効果ってちょっとめんどくさいんですよね、私から。あら、ごめんなさい。ここ、あ、そうそう、ちょっとごめんなさいね。北上にしましょう。この距離がすっごくめんどくさいの。調査までむちゃくちゃあるでしょ。でかといって高領までもあるんでね、これどうしようかなと思うところではあるんです。どうもでね、この辺で終わっておきたいと思います。総評さんの三国志ですね、終わっておきます。どうもありがとうございました。